電気代あんまり変わんないかもしれない、暖房つけてないし。でもちょっと一昨日らへんからさ、お風呂に入り出してお湯代とかそっちの方があれかも。お湯代がやばいですね。そうそうそう、ガス代上がってるの。あんまりね、そう暖房つけてこなかったからさ一回しかまたつけてないけど、明日は雪らしくて、めっちゃなんか寒いらしくて、だから多分明日はつけるかも。インスタ更新しようと思います。フォローしてます、ありがとう。フォローしてくれてるみんな、そうリアルタイムよ。ありがとう。ありがとね。ね、お知らせ通知全部もうすごいね。わ、村重さんかわいい。担々麺3秒で耐えました。
すごい。3秒で。すごいな。3秒。収録と収録の合間って。わかる。収録と収録の合間って本当に時間なくてさ、本当に。いや、3秒はちょっと見るかもしれんけど、本当に体感 3分で耐えますね。すげえ。かわいい。担々麺食べたい。コンビニにさ、担々麺あったのにさ、もしかしたら関東とかその東方面限定かも。広島にないんですけど。それか新商品やけまたなんかな。それか売り切れてるか。そう、汁なし担々麺の方はねあるの。汁なし担々麺美味しいよね。私はいつも辛いの1にするけど。結局1ですけど。1は私にとってはまあまあ辛いとかちょうどいいかも。でこれ以上辛くなったらもう無理だよみたいな。すごいよ。そんなにね、私辛いのね、そんなにね得意じゃないのにさ、一応食べるんですよ、美味しく。1、ありがとう。そう、普通は多分10辛ぐらいあるうちのなんか3が標準なんですよね。3にしがちだけど、3は辛い。私は標準じゃないなら。そう、汁なしとかの辛さはそうですね、しびれる系なんで、山椒系ですね。私スパイスの方が結構あれかも、難易度高いかも。スパイス系の辛さはもうなんかとりあえず辛い。1ありがとう、1からの存在ありがとうっていう意味です。ごめんね、分かりにくくて。おもろ。そう、なんか熱いのか辛いのか分かんないのがなんかちょっとやだ。だけど一回冷ましてから食べたらいいんかなって思うぐらい。なんか
これは熱いのか辛いのかどっちもなんだろうけど、どっちかわからんくてなんかやだ。蒙古タンメンですよね。なんかカップラーメンがあるからさ、カップラーメンを食べようと思ったんですよ。で、手に取るまではあったけど、なんかちょうど手に取った場所がなんか辛さの強い商品のためご了承くださいって書いてあって、なんか気をつけてくださいみたいな書いてあって、なんか怖ーと思ってちょっとひよっちゃいました。そんな一文が書いてあるなんて見たことなかったから、ひよっちゃいましたね。あんなによし今日は食べるわってパちゃんに言ったのに、どうしようかね。でも一回カップラーメンで食べてみたさはあるんですよね。うん、難しい。雪が降ってる。早いね。広島はね、明日らしい。いやー、いやー。でも食べてみたいんだよな。やばいらしいですよ。なんかでも多分クリスマスコンサートの土曜日は雪マークはなかった。あの広島は天気予報では明日です。巻いてる髪ありがとう。すごい眠たい。バイクで行くから広島まで大丈夫かい？バイクってなんか寒そう。乗ったことないけどなんか寒そう。だってあれよね、壁ないし。自転車はさ、自分が動いとるけんさ、温まっていくけどさ、なんか寒そう。革ジャンね。革ジャンってそんなに風を通さないんだ。自転車はなんか温まってこん。明日はね、広島は雪ですよ。屋根がある。ああ、屋根があるやつあるね。デリバリーの。気づいたらクリスマスコンサートも明後日ですよ。なんかいいですね、やっぱりクリスマスコンサートってとっても良いですね。
私去年からずっと言ってるんですよ。早いね。セトリ教えませんよ。けど私の中、頭の中ではずっと流れてて、なんか歌っちゃいそうで怖いよね。歌わんけど。いやー、ね、本当に危ないよ。いや本当に明日アイドルファイルさんのね発売日です。どんな感じなんだろう。私も実物見てないからさ、わかんないけどさ、本当になんか嬉しいですね。やっぱりこう撮影して、撮影も楽しいんだけど本に載るっていうのが嬉しいです。完成見たいな。そうですね、中井梨花さんが表紙。写真が好きすぎるよ。うん、そう、通知ってすごいですね本当に。私この前、昨日ツイートしてすぐいいねが1ってついて、わすごいと思ってそこを押したらもう10人ぐらいいいねしてて、どうやったらわかるのってなる。どうやったらわかるの。だって私が多分通知パッて来て、あ来たわと思ってシュッて押しても、その頃には多分10いいねはついててみたいな。どういうなんか予想しとるんかなと思うぐらい、私のツイートすごくない。たまたまはあると思うけどね。遅くてすみません。なんでそんな風に考えちゃうの。びっくりしちゃう。うん、そういうわけじゃないですよ。すごい。すごいなと思うんですよ。そう、すごい人がいるっていう話よ。競争じゃないですかね。1個目ね1個目。あ、逆に
早すぎるのはあれだ、なんかあれかなと思ってずらす時もあるんだ。いろんな方がいますね。ただそれその話なだけ。とりあえずまあいいねとか返信とか嬉しいですね。見てますかね、高尾さん。そう、それは全然そうですね。早くも遅くも、遅いっていう方はあれやけど、まあいつでも、全然半日遅れててもなんか通知で来るんですよね。通知見たりとかしてますね。そのなんかあのなんか上に出てくるやつじゃなくて、普通にツイッター開いての通知。謝らないで。通知はなんか、うん、なんかですね、いろいろありますね。返信の仕方わかんない。気軽に考えてね。何でもいいから、何でも本当になんか結局返信ってその人らしさが出るからさ、結局何でもその人らしいなってなるから全然気にしないで。そうじゃん。そう、もう深く考えないのが一番ですよ、何事も。なんかそう、可愛いっていうコメントもね、嬉しいんですよ、嬉しいよ。全然そのツイートの内容っぽくなくても可愛いって書いてあったら嬉しいものなんですよね。でも私のツイッターは返信しづらいっていうのはね、とってもわかるよ。わかる、それは、それはとてもわかる。でもそれを見るのはさ、もう私か私じゃないか。だからもう私じゃないかの方は分かんない。私のそのツイートの返信欄を見てる方がいるか分かんないけど、私以外に。そう。
少ないと思うので、それはなんでそんなに気にしないでから返信するのが結構自分にも負担じゃないんじゃないかなと思います。とりあえず何でも嬉しいです。私はそう、私はねツイートしたらね本当にねたくさんの方にね見てもらえるので考えますけど、そうそうありがとう。このショールームのコメントとかもなんか見てる方多そうですよね。結構見ちゃうんだコメント。この今のコメントも見られてますよ。結構ツイッターとかよりもさ、ショールームのコメントって結構見ちゃわない？ね。コメント欄でなんかさ話してる内容とかさ分かるぐらいじゃない？分からんけど。そう、ツイッターとかよりかはね。そう、無音、無音の時とか。お風呂入ってポカポカしたからな、なんか全然寒くない。こたつ入ってるけど。確かにこのショールームのコメントとかずっと書いてたらさ打つの早くなりそう。文字いっぱい書いてる方、ですよね。ブラインドタッチうまくなる。ああ、ごじってる方時々見るけど、なんか全然わかるよ。確かにね、なんか自分が喋ってるけど、あんな方からは文字だけど、確かに会話してる感じになりますよね。音声入力すごい。音声入力やったらほぼなんか喋ってる感じだよね。そうなんですよ。私も分かるときは分かるけど、分からんときは分からん。あー確かにそれも分かる。うん、なんとなくね。星、何星、
無視されるの。そう、星を星って書いてあるのにそのままその星の こうなんだろうなってやつのままそう読むときある。そうなんですよ、日に日に増えとるん。そう、ちょっとそうですね、ちょっと頭の体操かもしれない。そうです、そうです、そう。なんかコメントが欲しいだけの方もう時々おるよね。もうそのものが欲しいになってるっていう時もある。ね、言葉わかんない。その辞書とかあればわかるけど、辞書がないよね。なんか分かってる方はさ、なんかすごい工夫して送ってくれるよね。なんか漢字の方にしたりとか、カタカナのやつを漢字の方にしたり。そう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 。すごいなと思う。そう、なんかロをなんか口にしたりとか。そうそうそう。すごいなと思う。すごいよ。ちょっと違うなって思ったりするけど、あ、かを夕方の夕にしたり。すごいすごいね。遠目で見たらわかんないもん。プロですね、プロ。プロだ。お、お、おを王に変えるの。うん、面白い。えい、ちょっとことっとい。いやいいな本当に。あ、12月も終わる？早くない？早いよね。もう2022年終わるんだよ。手形？あ、手形ね。早いよね。なんか12月最終がなんかなんだろう、最初からいろいろありすぎてさ、今年もねありがとうございました。大晦日は何食べるの？
多分ね、大晦日まではね、多分一人ですね。今年は。ですかね。年越し配信元旦公演もあるからね、寂しいかもしれない。だって人生でなかったもん。毎年絶対にあのお寿司食べたい、お家でお寿司食べたいとか、きなこ餅とか年越しそばを食べてたのに今年はないんですよ。寂しいかも。どう？でもデリバリーとかしたら届くのかな。私が頼んでさ、なんか2時間待ちですってならないかな。みんながもう頼みすぎて、それか今日はもう無理ですみたいな。スーパーで買う。スーパーで買おうかな。早めに朝ぐらいに行って買おうかな。いやでも朝に買いに行くのもな。お寿司食べたいな。なんかスーパー開いてんのか。開いてるか。ね、調べとかんと。早めにしまったりとかね。本当にでも嬉しいよね、スーパー開けてくれてありがたいよ。ありがたや。ありがたい。やっぱりお正月とかは休みたい
だろうに。ありがとうございます。お雑煮、お雑煮は透明なやつ。九州なのかな。あ、すまし汁、それやん。すまし汁、ほのかな、ほのかに味がついてる。あ、そう、ブリ、ブリと水菜が入ってる。それかな、お雑煮。お餅とか入れたりしてね。お肉、鶏肉入ってたかな、確か。お、一緒の方。これは地域で分かれそうだな。ブリっていうか、なんかお魚入ってる、白身魚が入ってる。というイメージがございます。なんか鶏団子バージョンあるよね。鶏団子が入ってつみれだ、つみれ。私ね、最近ね、お魚、刺身とかお寿司は好きだけど、焼き魚を食べる習慣があんまなくて、でも最近そのコンビニのおにぎりでよくなんか鮭とかなんか最強焼きとかあったら買っちゃうんですよ。柔らかいやつ。なんかちゃんとあのなんかあの甘いやつ。鮭が、鮭っていうか鮭だ。最強焼きとなんか鮭のなんかいっぱい入っとるやつ。おお、買うようになりました、鮭のハラミ。あ、それや、それやないかね、それやないかね。そう、美味しいよね。そりゃ美味しいよね。お腹すくよね。そう、油乗ってるやつ、油乗ってるのが好きなんかね、もしかしたら。
私の弟くんはめっちゃサーモンが大好きで、ほぼ毎日なんか本当にお魚屋さんの美味しいサーモン買って、それと一緒にご飯を食べてるっていうのを聞いてて、そしたらそれが多分何年続いたのかな、多分 5,6 年ぐらい続いたんですよ。それがほぼ毎日やの、ほぼ毎日。そう、本当にすごいなと思った。そしたら本当に最近飽きてきちゃったらしくて、ついに飽きてきたらしい。そしたら次はね、鮭のね、炙りサーモンにハマってて、そっちに変わってた。そうなんか私サーモンがいいってこの前帰った時に食べてて、そしたら弟はなんか炙ってる方で、これいつ炙ったんって言って、食べてみたけどね、美味しかった。そうだよ、甘えただだからね、甘えた、本当に甘えたがり屋よ。いつ炙ったん、炙ってすぐがいいんやけどって、お母さんがこれさっき炙ったやつよって、そう、末っ子ですから、末っ子、甘えたがり屋ですよ。私はそんなこと言いませんから焼いてすぐ熱がいいとか、すごいわ。そう、こだわりがあり、すごいグルメらしい、すごいらしい。私結構何でも美味しいって思うんやけどさ、なんか結構グルメなんだって。でも本当に好きなようにしてほしい。本当に好きなように生きてほしいわ。もうお姉ちゃんね、お姉ちゃんも本当にアイドルとしてさ、本当に楽しく、そう、好きなようにやってるからさ。そうです、弟をね、本当に夢を見つけたならその夢を追いかけてほしいなって。夢を見つけるってなかなかないですからね、すごくね、夢があるって。夢があるっていうのはすごいことないよって。幸せ者よ。幸せ者よ。お姉ちゃん。
い姉、ね、終わり。終わりです。いや。ふん。ぼーっとしちゃう。なんだろう、ね、とりあえず私って本当に何なんだろうか。何なんだろうか。ゼロ時過ぎたらなんか考えそうなことを言ってるわい。すごいよね、本当にありがとうございますね、いつもいつも。ファンの皆様、物思いにふけちゃうんですよ。物思いにふけるよ。いや待ってさ、早くこの年を振り返りたい。私今年もありがとうって言って、今年はこういう年でしたっていう話を早くしたい。まだ早いかなと思って。まず1月はから話し始めたいんですよ。でまずポテチ食べましたみたいな。時間足りん？そう、ポテチを食べたことによって口内炎ができまして、本当に笑えない日々が続きました。それから始まったちょっと幸先がいいにはちょっとよくわかんない幸先でした。この話はいらない。では始まり、1月は北海道にいたんですよ。で最近宮城行って、1年間で本当になんかすごいよ。北海道、沖縄、秋田、宮城、長崎。バイト。すごいすごい。ね、本当に楽しみました。
来年はどうなるかな。来年はもっとね、そう、新しい自分としてまたなんかいろんな景色見たいですね。そう、止まることがない、止まることなく、いつかは止まるかもしれないけどさ、とりあえず進むのよ。進むしかないのよ。そう、本当にそう、時々寝、ね、ぼーっとしてるよ。時々ぼーっと しちゃうしね。なんか本当にそう、道端の花を見つめたりとかね、飛んでる蝶を見たりとかしてますよ。川とか海とか見て、キラキラ光ってんの見てから綺麗だなと思ったりね。まあでもなんか そういう時間もねありながらも進む道しるべはちゃんと決めて、進んでいきたいなと思いますね。なんか周りの声とかはね、そんな気にしちゃうかもしれんが、気にせずにね、そう、自分の気持ちを一番大切にしようとね、思ってます。まあとりあえず明日メールでも話そうかなって思います。うん、まあでもファンの方は本当に一番の味方だなって思いますね。イエス。そう、歌唱力ね、頑張ります。カラオケ行って練習しなきゃ。やっぱ普通に歌うのとマイクに乗せて歌うの全然違うけんさ、難しい。今日ね決まったんですよ、曲。言わない言わない。言わないよ。
ヒントなし。とりあえずクリスマスコンサートも楽しみにして、その後の話し会も。この先何が起きるか分かんないけどさ、なんか先よ、誰にも、私にも分かんないしさ、誰にも分かんないけどさ、そうこのなんかそう気持ち、どうなるか分かんないこの気持ちを、いい意味で楽しんでいけたらいいなとか思ったり、ポジティブになります来年からはポジティブになります。いや、今日から、今日から、明日から、ポジティブになる やったー。ポジティブ、そうポジティブ、立ち直りがね、切り替えが早いんです私。私は切り替えが早いんだ。ちゃんと悲しいって思うし、そう楽しいことも楽しいって思うし、当たり前の日常も幸せだなって感じますよ。でもそう、まあ、切り替えない時もあるけど、なんかくよくよしててもなんか変わんないなとか思ったりとか、うん、こういう時こそもっと頑張んないとなとか、誰かは見てくれてるし、神様とかも見てくれてるかなって思って、回り回って今は辛くても未来の自分とか誰かが良くなればいいなって、
前向きに前向きに、今はそういう気持ちですね。ネガティブな時もあるよ。だからそう、後悔だけはしたくない。後悔だけは本当に。後悔なんてあるわけない。今日ね、そうやっぱりレッスンもしてて、クリスマスコンサートで楽しみ。なんかそう、結構半分に右側とか左側とか分かれてね、練習したりするんですよ。この今のメンバーたちにまたこう3期生ちゃんたちが入ってくるんやねって思って、うん、そしたら今のメンバーで全員です、なんか来るのってこう限られて来るんやねーとか思ったりね。何人になるんだろう。何人来るのかな。2期生は24人でしたね。改めて考えると24人って本当にすごい。なんか急にレッスン場がいっぱいに。ですよね。何人かな、どうだろうか。あと2期生みたいに20人くらいだったらね、どうなる、レッスン場でもうねみんなでね踊れないかも。結構今のみんなでねぎゅうぎゅうです。ドキドキだな。高尾チーム T。 待って、面白い。高尾チーム T は。でも T ってもういっぱいありますよね。 T4 とかかな。
面白い。スリー？こうかな。U は新登場が。S は2？ 意外と2。 U だったら、チーム U やったら宇都宮2ね。宇都宮チーム U ですよ。宇都宮チーム U よ。面白い。すごい引率してくれそう。はい、今日はみんなとりあえず頑張る。楽しもう。みたいな感じで行こう。そんな感じ。隠れでチーム P で、チーム P で、アンピーの。川又アンピーチーム。パちゃんもめっちゃ人の名前通りになっちゃう。パンちゃんも、私は入れないわ。 P の要素ないもん。入れないわ。チーム Q。 チームありすぎや。チーム Q もあった。どんどんできてく。そうだね、加入条件は旧型の人よ。マイキューさんしかおらん。あ、ヤッピーって知ってる方おるのかな。イニシエのヤッピーよ。クエスチョン、なんかマイキューさんの自己紹介でクエスチョンがどんどん、なんか最近の PR 舞台の宮城での公演の夜公演が一番すごくて、自分でもなんかマイキューさん自分でも笑っちゃう、ちょっと笑っちゃうぐらいすごくて。うん、ちょっと笑ってたぐらいにすごかったよ。
理由ね聞いてみたんだけどね、なんかなんだろう、いつからかこうなってたって言ってた。いつからか、すごいね、私も変わっていくかもしれん、いつからか。変化していくかもしれんね。あ、男女カットを意味します。そう、メールもね来年からちょっと変えようと思ってるのは、なんか今私おはさーやん、こんにちさーやん、こんばんさーやん、おつさーやんとおやすみなさーやんの5段階なんですよ。なんか懸命にさーやんってつけたくて、さーやんってつけたらなんかすぐ見つけれるかなとか思ってつけてたんですよ。でもその5パターンしか逆に送れない説みたいなのが出てきて、もっとなんか気軽に来年からは送っていこうかなと思ってだから件名を変えようかなと思ってますね。だから内容とかじゃなくて、だからそれに変えます。メールのハッシュタグの返信をサーヤン A に変えてるんですけど、だからサーヤンよりとかに変えようかなって、うん、サーヤンをつけとこうと、サーヤンよりメール、なんかお手紙っぽい感じになるけど、だから返信タグとかは変わんないです。私がただ件名変わるだけ。買った今。1位おっくん、2位タンタンさん、3位スーパーカブさん、4位イワちゃん、5位 F 渋谷さん、6位カタムツリさん、7位ミツルンさん、8位ヤマシンさん、9位コッペさん、10位犬ちゃん、11位つよつよさん、12位2学期は学級委員さん、13位いくこぴょんぴょんさん、まさきさん、せいやんさん、フジポンさん、ソウルメイトさん、立花はやとさん、きちねさん、メガバイトさん、ホタテサマー、らくらくさん、王子様を拾ったよさん、かきひろさん、ゆうさん、にのまるさん、ぜーたんさん、さんぱちさん、ケリーさん、いびすさん、あおちゃん、大西くん、猫のおかずさん、たかおごんやん、ありがとう。ありがとうございますありがとう。もう時間なんです。ありがとう、そんな風に言ってくれて。そうなんですよ、に変えようかなと思いますね。そしたら1日に何通なんかいっぱい送りたい人か送ろうかなって、1日3通以上は守っていこうかなって。ただなんか全然縛りなしで、
半分でもいいから送ったりね。はい、うん、なんとなく来年から。いいよね、なんか来年からちょっと変えていくのいいですよね。栄養ドリンクでも飲もうかなと思ってます。なんかぼーっとしてきた。栄養寝れんくなるかな。寝る前にちょっと栄養を摂取しようかなって思った。寝る前に飲んだらいいかな。ちょっと時間経ったら寝れなくなりそうやけんさ。本当に寝る前にカフェインが効く前に直前に。怖いよ朝からは。朝起きた時にもうさズーンってなってたらさ、もうそうカフェインが活動する前に、あ、いいみたい。夜中に目が覚める。最悪だ。今日はすぐ眠れると思う。すごい。そう、目が覚めること夜中にあんまりないですね。夜中に覚めることは寒い時とか、この前は急に気配感じてから起きたけどさ。そう、急に気配感じたの。寝てて夜中に急に、え、誰か見てると思ってパッて起きた。いなかったけど、すごいなんか私を見てるんだなって、私をこう寝てる時にそう立ってなんか目が合ってる気がして怖っと思って寝た。守護霊だったのかな、わかんない。でも結構前ですよ、1ヶ月前とか。好きな気持ちと好きな気持ち、その時だけ好きな気持ちとしたらちょっと怖いよ。夜中に目が覚めたもん。生き霊ですか。生き霊ですか。もっとなんか優しいのがいい。なんか生き霊。生き霊ですか。じゃあありがとうございました。バイバイ。
優しい生き量がいい、それなら優しい。もっと怖くないやつがいい。バイバーイ、おやすみー。